マディソン軍はアメリカ合衆国アーカンソー州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は14,243人である。軍長所在地はハンツビルである。この軍は1836年9月30日に設立されアメリカ合衆国大統領ジェームズ・マディソンの名を取って命名された。ここは種類が禁じられた禁酒軍である。 アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積2168平方キロメートルである。このうち2167平方キロメートルが陸地で、1平方キロメートルが水地域である。総面積の0.03%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口14,243人。 5463世帯及び4080家族が暮らしている。人口密度は7平方キロメートルである。3平方キロメートルの平均的な密度に6537件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人95.94%、アフリカン・アメリカン0.11%、先住民1.22%、 アジア0.06%、太平洋諸島系0.09%、その他の人種1.47%、および本欠1.10%である。人口の3.06%がヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は26.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.50%、 25歳以上44歳以下が27.00%、45歳以上64歳以下が24.30%、及び65歳以上が14.40%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は99.70人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.30人である。この軍の世帯ごとの平均的な収入は27,895米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は32,910米ドルである。男性は24,911米ドルに対して、女性は18,786米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は14,736米ドルである。人口の18.60%及び家族の14.70%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の24.60%及び65歳以上の18.00%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。